3分の1ぐらいは学部時代にすでに持ってたよ。翻訳を見たら、あ、やっぱり誤訳してるみたいな感じ。おはよう、始まりました。モキタチャンネルです。今回はですね、再びですね、ミスタービッグことですね、北村先生においでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、この大ヒット作ですね、この英文解体新書ができるまでっていうのをですね、ちょっと聞いていきたいんですけども、まあ、すごくネット上でも話題になり、はい、ファンが。ありがたいことに。はい。で、そして、まあ、確かに研究者って感じの本ですもんね。そうかもしれない。まさに研究者。いろんなね、書店でも、はい、見かけましたし、はい、いろんな、あ、そうですね、はい、池袋の純駆動とかフェアをしていただいて、あの、はい、フェアで持ってない本いっぱい買いましたそれは良かったです。こうやって受験生にめちゃめちゃ見られて、あ、気づかれ、 何してんだお前みたいな感じですごい見られやっぱりんちょっとみたいな、こう先生かなみたいな。これができるまで、はい、まあ、企画はどうやって始まったんですか、これ。これ結構衝撃的で、まあ、衝撃的っていうと僕が衝撃だったんですけど、普通の人はまあそんなものだろうと思うかもしれませんが、突然メールが来たんですよ。ちょっと体調崩して、まだ大学も普通の時の半分ぐらいの業務でやってて、時短でやってたんですけど、突然メールが来て、研究者の、こうこうこういうものなんですけど、英文解釈の本を書いてくれないかっていう、もう向こうから依頼だったので、こういうのってなかなかその持ち込んでもなかなか難しいっていう話、はい、まあ、専門書じゃないのであれですけど、なのでそんな話がまさか向こうから来るとはっていうところは驚きでしたね。どうして知ってたんですか？ツイッターはご覧になってるみたいで、そういう人がいるっていうのはご存知だったみたいなんですけど、自分みたいなのがいるっていうのは、それがなかったらどうなってたかって分かんないんですけど、実はその直前ぐらいに、あの、別の大学の学生から、はいはい、文法のことで質問があるから、はい、あの、ちょっと連絡をしたいって言って、うんうん、1回だけもうすぐ消したんですけど、はい、あの、公開でメールアドレスを出したことがあるんですよ、ツイッターで。なんか送れない、DM が送れないみたいになって、ちょっと、はい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 、で、それたまたまそれをご覧になってて、その方が、はいはいはい、あの、なるほど。で、その学生とのやり取りの直後にその話が来て、そんなことがあるんだみたいな感じでしたね。すごい、じゃあ偶然というか、はいはい、すごい。まあ、でも見てる方はやっぱ見てるので、はい、そういう意味ではその今若い方、うんうん、まあ、その予備校とか、あの、研究者になりたいって方とか、そういう方がやっぱりネットで発信してるのは無意味ではないなとは思いますね。そうですよね、はい、そういう見てやっぱりお話を持ってくるっていう人もいるので、うんうん、すごいですね。そんなきっかけだったんですね。そうですね。だから全く直接は、あの、間接的に自分の知ってる先生と、あの、大変業界に顔の広い方なので、うん、まあ、ほとんどの方は知ってるので、はいはい、間接的に知り合いっていうのは、あの、何人か先生でいるんですけれども、はい、あの、直接はお会いしたことない状態で話が始まったっていう、うん、そういった形。構成はどうしようとか、はい、ゼロから、あ、向こう持ってきたんですか、いろいろ。いや、ここは入れてほしいっていう、はい、はこういうのあった方がいいっていうところもはあったんですけど、はい、まあ、それももともと僕がツイッターで結構言ってたことに興味を持ったっていうこともあって、はい、持たれたってこともあって、だから大体そのこういう本あった方がいいよねみたいなこと言ってたのを拾ってきていただいて、うん、だったらじゃあこういうのでいいんじゃないですかっていうような案もあって、うん、で、それ以外はもう先生に一応お任せするので、あの、とりあえず書いてみてもらって、うん、これはダメだったらダメとか、うん、OK だったら OK っていうのでっていうことで、まあ、相談しながら決めていったって感じです。なるほど。まあ、ここにも伊藤和織の継承って書かれてますけど、はい、まあ、これはですね、あの、この間ちょっとそのツイッターでもリンク貼ったんですけど、はい、2017年に英文解釈教室の新装版が2017年最初ぐらいに出たと思うんですけど、でその時に結構、まあ、いい本だっていうことを言った上でレビューを書いたんですけど、はいはい、まさにこういうことだっていうふうに思われたらしくて、その担当の方が、はいはいはい、なるほど、うん、でだったら、でしかも、まあ、そのツイッター上で結構英語の話をしてて、まあ、そういうことがお得意なんだったら、だったら書きませんかっていう話だったんだとは思います。なるほど。英文解釈教室とかって基礎英文問題成功みたいな、まあまあ、そうですね、もう一段、問題成功になると古かったりとかありますけど、はい、そういった形の構成で、はい、ただ、まあ、レベルは全然違うと、うん、そうですね、はい、ちょっと難しめかなっていう、まあ、ちょっといや、だから大学受験の本としては、まあ、まあ、そうですよ、まあ、あの、トップ層じゃないと使えないと思います、はいはいはい、あの、
自分がもし大学入った時にこんな方があったら楽しかっただろうなってイメージで書いてるので、うん、やっぱそれはなかなか難しいとは思うんですけど、英語の先生たちもヒーコラヒーコラ言いながらいや進まねえよ。ただでもその結構この本にも最初にも書いてるんですけど、うん、そのじゃあここに出てくる英文が、まあ、見るとか確かにポーとかそういうのは、はい、まあ、明らかに難しいんですけど、必ずしも古典的な作品ばっかりで、はい、普通読まないよみたいな英文かっていうと、うん、そうじゃないっていうことなので、要するに結構英語って難しいんだっていうことを、うん、まあ、一つ伝えたかったっていう、うん、本格的にじゃあ新聞毎日読んでれば結構そういう難しいの出てきますよねっていう、うん、あとそうですね、ツイッターでも発信してましたけど、その受験英語でなんか使わないとかって言ってる人たちがいるけども、うんうんうん、そんなことはないんだ。まあ頻度はあるでしょうけど、うん、必ずしも絶対出てこない表現ばっかりっていうわけでは全然ないっていうことですね。それの証明というか、はい、まあまあ証明ってあるんですけど、まあまあそういうことをちょっと伝えたかったっていうことですね、はい、じゃ構成が先決まったんですか。実は、はい、ここに載ってる英文の問題の英文のうち、まあ、半分はちょっと言い過ぎなんですけど、はい、3分の1ぐらいは学部時代にすでに持ってた英語、大学の卒業論文とか書くときに、はいはい、その自分の師匠の先生、東先生に提出、はい、その卒論の前に1段階前にミニ卒論みたいな感じで、はいはい、3年生の最後に、4年生じゃなくて1年前に出したものがあるんですけど、はいはい、こういう感じの本になっちゃったので、はいはい、論文内容は面白いんだけど、論文としてはちょっとねっていうふうに先生からダメ出しを受けたんですけど、はい、まあその通りなんですけど、うん、ただここに出てくる英文とそこに出てくる英文って結構被ってるんです。全部じゃもちろんないんですよ、はい、でも4分の1から3分の1ぐらいは多分そこにもう出てる。へ、その要衝とか読んでて、はい、あこれはまあ間違えるでしょうみたいなところとかを線を引いたり、なるほど、ぼやくしそうなところを、ね、付箋貼ったりっていうのはよくやってましたんで、で実際翻訳を見たら、あやっぱり誤訳してるみたいな。いやだから、いやなんかなんでそんな誤訳見つけられるんですかって言うんですけど、はい、いやだってこれ間違うでしょっていうところを最初から調べてるので、まあやっぱりだよねっていう時と、あすごい合ってるっていう時と両方あるっていう感じですね。なるほど、誤訳マスターっておかしいか。誤訳にやっちゃう、自分が誤訳しそう。誤訳を見つけるのはそうですね。読んでて自分がかなり悩んだところだと、多分多くの人が難しいはずだから、まあひょっとしたらそのタイミングで間違っちゃう人もいるだろうっていうことですね。はいはいはい、受験のそこ兄弟の問題とかもありますよね。まあそうですね。結構じゃあもうストックとかもあったわけですね。まあそれはありました。最初はまあこういう本としては多分だいぶ向こうがいろいろ気を使っていただいたんだと思うんですけど、うんうん、最初は実はまだ出てないよ。依頼をいただいたのがちょうど今から1年ぐらい前で、2018年の9月だったんですけど、2020年の6月か7月に出せればいいので、だから2019年の12月までに原稿を上げてくれれば、そこから半年で書き上げられ、出版までこぎつけられるだろうっていう話だったんですけど、でただあんまり放っておいて全然できてないってなるとまずいから、2018年去年の時点で12月、まあちょうど3ヶ月ぐらい経ったぐらいのところですね、そこでできてる分を一回どれぐらいできてるか教えてくれって担当の方に言われてたんですよ、はいはい、でできてる分送ったら、えこんなにできてんのって早くないみたいな。このペースでいったら1年早められるでしょみたいな感じで、でじゃあもう出しましょうって、もう正直その去年そのちょっと体調崩してて、はいはい、自分の大学の仕事をだいぶ緩めてもらってたんで、はいはい、まあ、その時間をせっかくだから使おうと思って、はい、書きました。章立てはどうでした？大変でした？章を分けるのとか。いや結構その大きな構成は決まってたんですけど、はい、やっぱりそのこの問題をここで使った方がいいかとか、うん、ね、この問題はこっちで面白いんだけどちょっと文脈がないとわからなすぎるとか、はい、そういうところとか、あとはまあ解説をどう解説した方がいい、どこまで説明した方がいいのか、うん、はい、こういう用語も使った方がいいのか、でもそれはそのいわゆる学習書には出てこないので難しすぎるってなるのかとかは結構悩みましたけどね。なるほど、はい、結構あれとは面白いなと思ったのは構造の書き方が面白いですよね。受験のやつとは違う文構造の書き方ですよね。あちょっとそうかもしれないですね。このこういうなんていうか段になってるやつとかは、あなるほど、うん、そういうふうに限られたスペースを使って、うん、そうですね、そっか、うん、こういうふうにやればいいのかっていうのはちょっとね、まあ、思いましたね。多分この特にこの一章のここの部分は、はい、やっぱりこう文の中に文が入ってるっていうことをはっきりと感じてもらいたかったというか、うん、だからそれをこう文の一部に別の文が入ってっていうことが分かるように一応こういう形にしたってことです。いやすごいなと思いますよね。普通本だとやっぱ有限になっちゃうので、うん、こう横にずっと書いていくわけにいかないので、ね、うん、
で、それ当然一文が長いものが結構多いので、うんうん、それをどうやって解説するかっていうのは大変なんで、うん、なるほどこうやってやる方法もあるんだなと思いましたけどね、うん、いやこれはすごい面白いと思うんですけどね、このね、まあ、一文ですね、この載せておきますので、さあ皆さん訳せますか